パホンヨーティン通りは、タイの国道1号線にあたり、同国を代表する道路。バンコクの戦勝記念塔を起点とし、北ははるか、ミャンマー国境の町、明細まで続いている。総延長 1005km。バンコクから北上し、アユタヤ、サラブリー、ロップリー、ナコンサワン、カンペンペット、ターク。 ランパーン、チェンラーイ、メイサイ、ミャンマー国境と続く。パホンヨーティン通りはもともと、バンコク北郊外のドンムアンを終着とする総延長 22km の道路でしかなく、プラチャウキパタイ通りと呼称されていた。1938年プレイクピブーンソンクラームは、この通りを、さらに延伸させ、アユタヤー、サラブリー、ロップリー、 シンブリーまで162キロメートルの道路に改修し、太陽国、第二代首相プラヤーパホンポンパイセーナーを記念して、パホンヨーティン通りと命名した。戦勝記念塔から BTS と並行して北上する。チャトチャック公園近くにあるモーチット駅、パホンヨーティン駅、ドンムアン空港裏側を通る。BTS との並行は、イエーク広報王駅近辺まで続く。 戦勝記念当明細のミャンマーとの国境、ありがとうございます。